ございます。サムネにもある通り、このチャンネルで初めてのドンキ購入品でございます。うちなかなかドンキに行かないんですよ。ダダがたまに行ってね、ちょっと買ってきたりとか、そのぐらいなんですけど、ニーニとネーネは部活だったので行けなかったんだけど、チビたち連れてドンキに行って買い物してきました。軽い気持ちで行ったんですけど、お会計が25,000円ということで、結構な爆買いをしてきましたので、購入品紹介をしていきたいと思います。食品とかお酒とかだけじゃないの私のコスメも少しだしね、ほぼ食品なんですけど、興味のある方はぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、ということでね、早速やっていきます。まずこのね、でかいやつ、韓国海苔を本気で日本の職人が真心を込めて作ったら本場を超えるぐらい美味しくできました。これいくらだった？こちらはうち韓国海苔そんなに買わないんだけど、ネーネーとか好きなのでちょっと買ってみたって感じでございます。はい、こちら398円です。めっちゃ安い。96枚全部で入ってるのかな。はい、こちらです。じゃあ、こっちがね、インスタント系なのでこれから行こうかな。はい、続いてこちら、うまかっちゃんです。こちらは2パック買ってきました。5個入りのラーメンだから10食分かな。これはですね、ネーネーがうまかっちゃんが好きなんだけど、スーパーでなかなか見かけないので、ドンキに行った時に買うようにしてて、なかなか私、うちは行く機会がないのでまとめ買いしてきました。ネーネーリクエスト。続いて激辛ペヤング、これ私です。これはたまに食べたくなるので、今日はちょっと値段も安かったので買ってきました。これ食べたことありますか？私はこれ好きなの、辛いで、辛い系のところを行くと、ブルダック炒め麺、これはなんかノーマルタイプのブルダックですね。ブルダック出始めてから一番好きな激辛麺なので、ドンキ行った時とかにまとめて買っておきます。これとこちら、クリームカルボ味、うまかっちゃんがね、1つ498円で2つで996円です。で、こっちのブルダックが698円、こっちも同じで698円で、インスタント麺にしては高いんだけど、ちょっと自分へのご褒美です買いました。はい、それからこちらのポケモンヌードル、これは2つひなみとけいしんに買ったんだけどね、好きな人好きたまに食べるから、今日はなんかね、ぐずってたので買いました。おもちゃがさ、すごいたくさんあって買ってほしくて、ぐずぐずずっとしてたからさ、もうなんか結局食べるもので釣りました。こちらのお値段は128円です。はい、で続きまして、これは普通のゴゴティーなんだけど、こっちがミルクティーで、こっちがレモンティー。これはただただネーネから買ってきてって頼まれたものです。これどっちも78円でした。なんだこれは、ヤバうま、ごま油の香ばしさとニンニクの魅力で理性を食欲に変えてしまう、いろんなものにかけられるごまニンニク。いいどうして買ったのこれ。これあのレビュー見っていうか、リンク見たで、あのほら、うち中華スープやるじゃん。うんうん、あ、いいね。そこに絶対合うと思う。ニンニクが香るらしい、だいぶ。へー、開けていい？あ、もちろん。ニンニク香る？説明は美味しそうな感じ。あー、書いてある通り、ごまの香ばしさとニンニクの魅力とごま、これ美味しそうですね。中華スープとかに入れたら良さそう。これがね、あ、安いね、398円です。それからいくら卵、すみっこ、これ誰の？まみまなんかすごいよ、ただのなんかちっちゃいおもちゃじゃなくて、しっかりしたおもちゃが出てくる感じ、でかくない？
野球ボールぐらいある。だいぶでかいよね。重いしね。これはね、普通のバスボールよりちょっとお高めで578円します。これね、早速今日やるのかな。続いて、まあこれずっとここにあるから気になると思うんだけど、こちらブラックニッカの4リットルです。こちらはいつもはねドラッグストアとかで買って、ダダが毎日飲むお酒、このお安いやつで飲んでるんだけど、安かったから今日買ったのかな、たまたまなのかな。これはね3199円です。これいつものより安いの？安かった。あ、安かったんだ。安かったから買っちゃった。なるほどね。はい、続いてこちら我が家に新しく来たコーヒーメーカーの、これはカプセルっていうんですか、カプセルです。さあ、スタバのキャラメルマキアートのカプセルセットとレギュラーコーヒーのカプセルセットです。美味しいね、やっぱりコーヒーメーカーで入れるやつ美味しいよね。美味しい。ちょっとハマってるので買い足しです。こっちがね、ネスカフェのカフェオレです。これそれぞれお値段は、これ3つとも1097円です。これは誰ですか？2人。はい、これポロロのジュースです。いちご味とブルーベリー味、味が美味しいってよりもこの飲み口が哺乳瓶みたいで、ちょっと遊び感覚で好きなんだよね。私にはちょっとあんまり美味しさは分かんないんだけど、だいぶ子供向けの甘い味がします。ダイソーとかにもたまに売ってますよね。こちらは108円です。はい、続いてこちらもモンスター私の備蓄用2本です。1個213円。はい、続いてお菓子、これはどっち？ケイシー、これは何？これお菓子ね。ご飯食べてからだよ。イエーイ。ちょっとお菓子いろいろ買ってこようかと思ったんだけど、ちょっと渋かったね今日の品揃えがね。ちょっとねいろいろ買いだめしとこうかなと思ったけど、なかなかでした。はい、続いてがスパークリングオレンジ。これなんかよく見ない？あるよね。ちょっと1本みんなで飲んでみようかなと思って買いました。188円かな。ここら辺はダダのお酒なんだけど、これは何？ウォッカです。ウォッカ、ウォッカです。ウィルキンソンウォッカ。ウィルキンソンね。ビルキンソンって言えばいい？ウィルキンソンでしょ。あ、そっか、滑舌の問題じゃない。こちらはなんで買ったんですか？ウォッカが欲しくてこれでね698円。車につけるサボンタイムプレート3個パック。ちょっと車で送迎の機会とかも増えて、友達が乗ったりするので癖のある香りじゃなくて石鹸の香りにしておこうと思ってね買ってみました。これで3個で699円です。多分石鹸の香りだったら外れないと思うんだけど。お、石鹸ってよりもお風呂の匂い。お、近くで嗅いじゃダメだ。いい匂いだな。あ、いい匂い。こちらのバルーンです。もう少しでもないか。7月になったらひなみの誕生日なので、なんかさ、ひなみっぽい色じゃない？うん。そう、ひなみが今度誕生日だからこれにしようかなと思って今日買ったのです。ひなみ次誕生日来たら何歳？2歳。今何歳？2歳。次何歳？ママ5歳。ママ、マミ5歳。3歳だよね。マミ5歳。5歳になるの？この誕生日パーティーセット、バルーンがついてるセットです。これでね、1580円です。はい、続きまして、なんか動画映えって書いてある。これは三脚スマホスタンドです。今使ってるやつ壊れちゃったので、新しく買いました。まあ、ほんとただの三脚って感じ。すごくシンプルなやつです。これは1280円です。はい、でこれは何ですか？ペイントバブルバス。うん、そう、お風呂で壁とか体にペイントができる液体石鹸なんだけど、え、これさ
サイダーの香りがするんだって。これまだ開けないよ、お風呂で使うのに。開けませんよ。今日はこれを買うのにすごく時間がかかったね。もういいよ、かかるな。いろんなものを選んで、これも違う、あれも違うって言ってごねてごねて、しばらくおもちゃコーナーから動けませんでした。やっほー、すごいよ。ペイントバブルバス、これは500円です。またこれあれだ、長い説明のやつだ。ラー油の旨味とフライドガーリック&フライドオニオンの食べ応え、程よい辛さでガバガバ食べちゃう、ついつい食欲も箸も止まらー油。違うよ本当に書いてあるよ。超特大 255g、 どーん、こちらでございます。辛そう、美味しそう、美味しそうだね。ご飯にかけたりするの？何これ？じゃがいこのなんか竹貝っていうか、あ、でも人気みたいだよ。あ、そうなんだ。うん、だいぶ人気らしいです。なんか冷ややっこにかけてもいいしね、うん、夏はそうめんと食べてもいいし、夏だから辛いの、うん、いろいろ使えそう。全然落ちない。これこの大容量で498円です。はい、で次、モンジロイカ。モンジロイカ60本入り、私の子供の頃からずっと買いたかったイカのパックです。ありがとうございます。一度は残したの、うん、なんかさ、子供の頃からこれずっと欲しかったの。でも良くないかなと思って戻そうとしたらダダが買ってくれました。よかった、これ1980円です。多分ね、親にダメとは言われてないんだよね、きっとね。でも気持ちわかる、俺もなんかそういう記憶がある、うん、はい、で2つだけ私の化粧品があって、それで最後です。まず1つ目はリピ買いのシカクリームです。最近使ってなかったんですけど、暑くなってきてさっぱりめのクリーム探してて、結局のところここに戻ってしまいました。これ1500円です。ちょっとね、何で買ったら安いのかちょっとわからないんだけど、今日このタイミングだと思って買っちゃいました。はい、でこちら最後です。デイジークのティントリップクリームズローズティント4番のレッドウッドです。なんかすごい可愛いの、見てこのもうパケが可愛いでしょ。ジュワンとする系のリップっぽくて可愛い、めっちゃ可愛い。こんな感じの色味でした。このティントが1600円です。はい、こちらが本日の購入品です。ドンキの買い物難しいんだよね、個人的に。詳しい人じゃない、このスーパーの価格とどっちが安いとかさ、気にすることができる人がお得に買い物できそうなんだけど、だから俺もウイスキーは分かったけど、うん、他はやっぱ相場が分かんないもんね。でもここにしかないようなさ、ものも多いじゃん。ある、うん、たまに行ってちょっと楽しむのがうちはちょうどいいのかもしれない。そうだ、ね、これでお会計が25,307円ということで、結構だよね。結構だね、結構だよね。早速お昼にここら辺を食べたりしようかなと思います。これも食べたい、食べていい？いいよ。なんで食べるで、ね、みんな反応するの、すごい友達だと言えば一緒に立って一斉に立ち上がって、これ欲しい人。入会で。いただきます。辛いんじゃない？大丈夫？甘めじゃん？あ、そうなんだ。うん。あ、美味しい。ん？甘じょっぱ辛いんじゃない？うん。やめた方がいいよ。うわ、結構しょっぱい。でしょ？おつまみに？うん。美味しいか。よかったね。あ、ねえねえ、はい、どっちって言ったか忘れちゃった。ありがとう。ママ、ご飯食べる？何食べる？ピカチュウとポロロジュース。ピカチュウラーメン食べんの？うん、ジュース買ってないでしょ。あれママ、何の意地張り老時間の時だったから。そう、意地張って買わなかったじゃん。買わなかったな。はい、ということでちょっと短い動画になってしまったんですけど、本当今日は単純なドンキの購入品でした。ドンキのお買い物っていうのが
よく分かってないので皆さんが行って買うものなどぜひコメントで教えてください。ちょっと参考にして次の買い物に生かしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。めっちゃ色すごい。ねえねえがちょっと行ってみて。パスに行ってください。オレンジソーダ。どっかで飲んだことある。オレンジだ。酸っぱ。まるこれ衣様。色がすごくない？もうなんか。まるこれ衣様。甘い。めっちゃ甘い。